ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、先日 NBOX と N 版の試乗を夏美がしたんですけども、その時のですね、動画をですね、こう並べて、横に並べてみました。はい、これで見てございていただきます通りですね、目線がやはり違いますね。アイポイントが違いますね。これですけども、ダッシュボードの形の違いがですね、これで明白に分かると思いますね。一方、NBOX の方はですね、乗用車ライクな感じですね。もう本当に高級感漂うね、そういうインパネになっております。一方ですね、 N 版はですね、やはりバンということもありましてですね、作業にとても向いてますね。作業用車としてすごく向いてます。ポケットが異様に多いです。でシンプルイズベストと言わんばかりのですね、機能性の高いインパネになっております。シーセももちろんいいですね。前が広いっていう、ね、パノラマビューになっておりますので、どちらも見やすいんですけども、 N 版はさらにですね、その突起物も少なく、直線的な感じですね。こう無骨な感じっていうか、質実貢献ですかね、男感が漂う感じですよね。僕なんかすごく好みですね、こういうの。まあクラシカルといえばクラシカルですけども、なんかこう道具をね使ってるっていう、なんか工具を使ってるとか、自分で操ってる感がすごくしてですね、いい感じになります。余談ですけども、チャンネル登録お願いしますっていう、パカパカしてる、時々なんか変な動きをしてると、これはですね、編集ソフトがですね、とりあえずこういう動きができますよ的な感じですね。一応なんかアニメーション効果っていうんですかね、そういうのをね、ちょっと散りばめてみました。ちょっとこういう感じですね。遊べるわけですよね。テロップをこう加工したり、こう最初からこういうような選択肢ができるようにですね、ソフトがこう動いてくれてます。アニメーション効果っていうのを出して、ちょっと余白をですね、遊んでみました。あまり気にされることはないと思いますけども、チャンネル登録の方もお願いします。はい。で、話それましたけど、こんな感じでですね、視界がですね、こういう感じで、ちょっと違いがありますね。もう、どちらがいいとか悪いとかっていうのは、もう全くなしですね。もう、これ、本当にワンボックス的な、ミニバン的な、こう、高級車的なですね、使い方をしたいという方はですね、装備満載の NBOX 全然 OK ですし、いや私は車中泊するんだ、アウトドアでガンガン使いたいんだ、そのためにちょっと汚れてしまってもいい、そういう感じのですね、感覚でもってですね、使い倒したいと、もうギアとして使い倒したい、自分の手足として、仕事をしつつはい、その共にしたいという方はですね、もう迷わず N 版を選んでいただいて、もう本当にいいかなと思いますね。もう本当に好みですね。どういったようなですね、使い方をするかっていうのはそれ人それぞれですので、もうこのタイプの車になりますとですね、もうオールマイティでも何でも使えますよね。軽乗車ですんで維持費も比較的安いですしね。で N 版の方は4ナンバーの登録だそうなので、またさらにね、自動車税とかが優遇されてますので、それももうポイントの一つですかね。新型ジムニーがですね、今のところ5ナンバー登録ということでですね、1万超えの自動車税を払うということになりますけども、ジムニーもですね、きっと4ナンバーを出せばね、もっと欲しくなる人もいると思うんですよね。セカンドカー、サードカーで持たれてる方もかなり多いはずですので、
まあ、その辺の需要を根を起こせるかなって気はするんですよね。まあ、乗用タイプですね、やっぱり普通車に近いあの負担がやっぱり出てきてしまいますので、もう乗り心地はですね、もうサルーンとして使うんであれば N ボックスで、重い荷物をですね乗せて、荷物を、ね、乗せて重量のある350キロまで乗せれるそうですので、もうドラム缶1本でもあれ250キロぐらいですかね、もうあの満タンになってて、もうめちゃくちゃのあのあれですよね、あの使える車ですよね。もう自転車とかバイクとか、もうバイクでもどうでしょうと思うと300キロまではいかないですよね。ハーレーダビトソン級ですよね。そうなるとですね、そういうバイクじゃなくて、普通のモトクロスですとかね、そういうあとロードバイクなんか何台か乗せれるんじゃないですかね。こうやって比べますとね、本当あの、まあ、ホンダのあらゆるそのテクノロジーが、まあ、凝縮されているというか、これはですねちょっと同じような道を走ってるんですけど、ちょっと一方道迷ってましたね、道が途中から変わりましたけど、2車ともですねあの比較的いいグレードの試乗車であったもんですから、はですね、もうちょっと下のグレードであの走りたかったなっていう気はするんですよね。とあとですね、ちょっと雨が降ってたりですね、あの悪条件のところで運転するとですね、その車の進化が問われますので、本当はですね、その悪条件の中で試乗するのが本当はいいのかもしれないですね。今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。